出かけお出かけ。まさかあなたたちが S ランクに挑戦する日が来る。いつまでもダメダメじゃいられないもんね。私も A ランクです。油断してたら先に S ランクに上がってしまいますよ。そっか、これは強敵だね。負けないように頑張らなくちゃ。うん、そうだよね。ルーちゃん、正々堂々勝負だよ。ええ、そうですね。それじゃあルーちゃん。驚きましたね。今までの数ならルーシャじゃ S ランクなんて無理。それにリディも私に対して逃げ、二人とも成長している。いや、しみじみとしてるば。二人とこれからも張り合えるように。目的地は気の向くままに。どうしたんだろう。はっはーん、さてはミレイユさん、今さらながら。いや、違うわよ。うー、つっぱり、そこまで見事に切らな。そりゃもう最初の頃なんてヘナチョコもいいところだったでしょ。今日のミレイユさん、そうかしら。まあ、そんなヘッポコ双子ちゃんも今や国でも最高峰の後、顔つきも錬金術の腕前。そうですか。この調子で栄えある S ランク一番乗りを目指して応援してるからね。はい、絶対に国一番の美少女アトリエ経営者として。いや、それは、まあ二人がいいなら。ああ、私はあんまりよく。さあ、行こう。イル師匠。あ、ちょうどいいところに。あ、はい、わか。助かったわ。ただでさえ依頼が多いのに急。さすが師匠。何言ってるのよ。今だって S ランクを目指してるんでしょ。お、そっか。でも師匠ならいつで。いや、そう簡単にはいかないわ。それに最近は仕事で手一杯で、ランクのことを考える暇すら。そこまで急が。というわけで、国一番のアトリエになるのがあなたたちの夢なんでしょ。さあ、行こう。ああ、君たちか。いえ、まだですよ。そういうアルトさ。ああ、飽きた。ああ、一応 B ランクまでは上げたんだけど、別に金が欲しいわけじゃないし、ランク制度によらずとも。だからもうランクを上げようとは思わない。はあ、そうかな。まあ、ただ君たちはアトリエランクを上げて、だったら最後までまっすぐに走り続けること。わかりました。わけで、スーの勉強嫌い。そっか。フィリスちゃんはどうだった？
先生から勉強を教わったことあまりないんですけど。確かにソフィーの教え方は極端ですからね。そんなことああそんなことないですって。実践派、ほら先生は実践派だったから。それに嫌なことなんてなかったです。先生に教えてもらうのすっごく楽しかったから。フィリスちゃん、楽しいかなんだか賑やかですね。何のお話してたんですか？師匠先生合同会議を開いていたのです。弟子の指導方針について相談し合う場でして。げっ、そんな会議があったなんて。じゃあさっき話してたのってやっぱり。ふふふ、スーちゃんがそんなに勉強嫌いだとはね。イルちゃんから聞いたよ。うわあ、それはそのごめんなさい師匠。師匠？え？ああごめん、聞いてなかった。さて会議はこのくらいにして食事にしませんか？二人もぜひ食べていってください。お、いいんですか？うわーい。みんなまた遊びに来てね。あの師匠、勘違いだったらいいんですけど、さっきからずっと元気ないですよね。それ私も気になってた。もしかして私のことで？そういうわけじゃないわ。ただソフィーさんとフィリスが眩しくて。フィリス言ってたのよ、ソフィーさんに物を教わるのは楽しいって。私の教え方つまらない自覚があるからちょっと思っちゃったのよね。二人とも私なんかより別の人の弟子になった方が良かったんじゃないかって。そんなこと。ごめん、私先に帰るわね。バイバイ二人とも。師匠、なんでそんなこと言うの？私のせいだ。私がいつまでも勉強嫌いのままでいるから。勉強は確かに苦手だけど、師匠に錬金術を教わるの、私、すーちゃん。どこに行こうかな。二人ならすぐすぐ。頑張れ頑張れ。しっかしアトリエランクって難しいよね。私なんて B ランクから先上がらないし。え、そうなんですか？なんだか意外。ほらアトリエランクってアトリエの評判を上げないといけないでしょ。そのためにはお仕事を受ける必要があるけど、ちょこちょこ外に出かけちゃうから依頼受けられないことが多くて。ああ、なるほど、そういうことか。先生は先生でランク制度は嫌だって言って手伝ってくれないしさ。
そういう堅苦しいのあんまり得意じゃなくて。まあ二人は私と違って評判も順調に上げていってるみたいだし、国一番のアトリエまではあとちょっと。私もソフィー先生も応援してるからね。さあ行こう。ぬぬぬぬ、負けるものか。スーちゃん、まだ読書してたの？ダメだよ、もう1時間もこのままじゃ知恵熱出して倒れちゃう。さすがにバカにしすぎ。それはそうかもしれない。師匠のことが、私はイル師匠以外の師匠は考えられない。だからもっと勉強に耐えられるよ。もう限…うん、脳みそ溶けちゃう。はぁ、私本当にダメだな。師匠に迷惑ばっかりかける。ダメですだよ。スーちゃん。ひらめいた？何？レシピでも思いついたの？ううん。作戦だよ。師匠に私たちの思いを伝える作戦。イル師匠、前に言ってたでしょ？弟子の成長を見るのは嬉しいって。だから、すごい道具を作って、師匠に渡すの。そっか。私たち、錬金術師なわけだし、気持ちを伝えるには、調合したものを見せるのが、一番だよね。うん！さあ、何を作るか考えてみよう。できた。できてしまった。調合の難度はこれでもかというほど高く。イル師匠に見せるものだから、可愛さも重視。これは、すごいものを考えちゃったね。うん。この可愛い賢者の石さえあれば、師匠も私たちの思いを分かってくれるはず。よし、スーちゃん、かわいい師匠のためにすっごくかわいいの作っちゃおうね。おや、待っててくださいね、師匠。よし、これならいけそう。こんな動画作れるかも。どこ行く、どこ行く。そうね、近くに美味しいケーキ屋さんがあるのよ。うん、ケーキか。最近年のせいか甘いものが苦手でな。ああ平気平気、お父さんの分は私が食べちゃうからさ。あら、私だって食べちゃうわよ。というわけで、あなたは支払いだけよろしくね。なんだと。それなら無理してでも食ってやる。頑張れお父さん。それじゃあそのケーキ屋にレッツゴー。ほら、一人で走っていくな。どうせお前は迷うんだから。おい、まあ、あの子の方向音痴まだ治ってなかったのね。私のこと置いていかないでちょうだい。だね。みんな楽しそうで本当に良かった。目的地は気の向くままに。フリッツさん、ドロッセルさん、
シスターと仲直りできたみたいじゃないですか。よかったですね。おめでとうございます。なんとかな。これも君たちのおかげだ。そうそう、リディちゃんとスーちゃんが私たちのことを励ましてくれたからだよ。本当にありがとうね、二人とも。これでまた家族みんなで暮らせますね。ああ、それなんだけどさ、私もう少ししたら旅に出ようかなって。え、せっかくまたお母さんに会えたのに。うん、私にはやりたいことがあるんだ。だから二人と一緒には暮らさない。説得はしたのだがな、誰に似たのか、頑固な娘だ。そうなんだ。ドロセルさん、やりたいことって何なのか聞いてもいいですか。うん、私たちが作った最高の人形劇をもっともっと多くの人に見てもらうことだよ。せっかくいい劇が完成したんだからさ、できるならたくさんの人に見てもらいたいじゃない。だからいろんな場所で劇を演じるために私はこの都から旅立つのだ。なるほど、劇をもっと見てもらうためにか。うん、それにお父さんもお母さんと二人っきりで話したいことあるだろうしね。な、余計な気を使うな、妖精。おお、ドロッセルさんの前じゃさすがのフリッツさんも肩なしですね。けどドロッセルさんは寂しくないんですか？ご両親と一緒じゃなくて。うん、寂しい。だからちょこちょこ帰ってくるつもりだよ。方向音痴を直さねばここに帰ってくることすらままならんぞ。言われちった。大丈夫大丈夫、きっと何とかなるって。本当か？それこら、それはキンク、年の話は乙女にゃキンク。長い間別々に暮らしててもあっという間に元通り。やっぱり家族の絆ってすごいんだね。どんな石よりどんな金属より全然硬い。うん、だからドロッセルさんが旅に出ちゃってもきっと三人の絆は変わらないはず、ずっとね。三人とも末永くお幸せに。超える力を見せてやる。これが俺の全力だ。切り裂け。やりすぎたか。
逃がさない。逃がさないよ。もらうぜ。もう怒ったんだから。逃がさないよ。受けてみろ。今が使い時。もう怒ったんだから。逃がさないよ。全力だ。守ってみせる。秘めたる力を受けるがいい。吹き飛べ。自分へのプレゼント。この力に耐えられるかな。私が助ける。まずいまずいまずい。こいつで。くらいなさい。くらっちゃえ。まずいまずい。全力だ。今が使い時。私が破れるとは。やった、勝てました。ライゼンベルグにいた頃からたくさんしてるでしょ。まだ足りないの。もっともっと買っていってちょうだい。はいはい、それはまた後でね。それよりパメラさんに聞きたいことがあってさ。お母さんのことなんだけど、教会にいるお母さんっていつもアーなの？アーって言うと？イネス、祈りの時にはもっと落ち着きなさい。ああ。
か、昔のお母さんもっと弾けてたんだけどな。弾けてた？うん、ちょっと真似してみるね。みんなグレースの人形劇に思いっきり楽しんでいってね。キラ。ああ、このま、へえ、そうなんだ。そうかもしれないわ、ね、今度本人に聞いてみ。さあ行こう。パメラさん、あのね、お店の売り、わあ、ありがとう。お土産を買うお金も計画に入れてある。そっか、そうだね。あの、パメラさん。パメラお母さん。通う私、キルヘンベルト。やりたくないけど。ここもだいぶ気に入っちゃったし、だから私頑張って空を飛ぶ。あ、そっか、空を飛べる幽霊。スーちゃん。なあ、お土産、お化けやだ。怖い。カメラさん、怖い。甘え。誰か、誰か。どこに行こうかな。もうず。お出かけ、お出かけ。どれくらい休憩しよう。お出かけ、お出かけ。シスター、こんにちは。フリッツさんたちとお出かけしてるシスター。もうあんなに嬉しそうなシス、声をかけるより。邪魔しちゃ悪いかなーって特別に許すとしましょう。あの後、いろいろと話をしたのです。十何年かぶりに過ごしたかけがえのない時間は。リディ、よかったですね。はい。でも寂しいな。そっか、仲直りしたことだし。いいえ、もう随分と馴染んでしまいました。ええ、任せてください。やったー。すみません、シスター長。イネスがザ…ごめん。まったく何をしているのですか。すみません。と、これからもあなた…シスターこそ神のお導きがあらんことを。じゃあ、気の向くままに。次は何するんだっけ。お出かけ、お出かけ。グレース。あら、まあ、そうか。まあ、ああ、パメラ、レオンのこと、彼女の服を商店で見かけてな。そう、レオンさん、今も大…おお、
そこまでは知らなかった。今度どこかでばったりと会ったら。いつかきっと会えるわよ。その時は私も